ベラルーシ親衛隊の部隊小親衛隊、もしくは、親衛部隊は、ロシア帝国、ソビエト連邦のほかロシア連邦、ウクライナ、ベラルーシなど、旧ソ連諸国におけるエリート部隊の名称である。護衛隊、護衛部隊などとも訳される。ただし、ロシア帝国時代と、ロシア革命以降の親衛隊は全く別の、組織である。ここでは、主として、 革命以降の親衛隊を扱う。詳細はロシア帝国親衛隊を参照。1690年代に、ピョートロ大帝により、ロシア皇帝親衛部隊が創設された。20世紀の初めには、親衛部隊は13個不評連隊、4個狙撃兵、連隊、14個騎兵連隊及び他の部隊から構成され、1918年に廃止された。 ボリシェビキの軍隊は赤軍、または赤衛隊、反革命派の軍隊は白軍、または白守軍と呼ばれた。この他にも、パルチザンの緑軍、アナーキストの黒衛軍があり、ポーランド軍は青衛軍と呼ばれた。後、ソ連の軍隊の正式名称は赤軍となり、赤衛軍という呼称は正式には使用されなくなった。ソビエト親衛隊の部隊称ソビエト親衛隊は、 ナチスドイツの親衛隊とは異なり、既存の赤軍、またはソビエト連邦軍の部隊のうち、第二次世界大戦の祖国防衛の戦いにおいて、顕著な選考を挙げた者に付与された名誉称号である。訳語としてはソビエトを訳さずに、親衛とのみ表記される場合が多い。この称号は、エリニア構成の選考に対して、ソビエト連邦軍最高総司令部の決定で、国防人民陰令、 第308号により、1941年9月に最初に付与された。1942年5月からは個人にも、称号、親衛が授与され、例えば、ミロシニチェンコ親衛中尉というようにその階級に、冠された。第100、127、153、161、狙撃師団が、それぞれ、第1、2、三余親衛狙撃師団へと称号が冠された。 また、1941年11月18日には、第316狙撃士団が、第8新鋭狙撃士団に変更された。1941年12月31日までに、第107,120、64、316,78、52狙撃士団が、それぞれ、第5から第10新鋭狙撃士団へと変更された。そして、 1943年12月に20個の旅団が第11から16新鋭狙撃士団に解消された。スターリングラード攻防戦で最後まで、スターリングラードを守り抜いたワシーリー・チュイコフ中将の、率いたスターリングラード方面軍第62軍は、特段の先行ゆえに、第8新鋭軍と改名され、その栄誉が称えられた。ワシーリー・チュイコフは、 ベルリンの戦いにおいてもベルリン防衛司令官バイトリング大将が降伏交渉相手とした将軍としても有名である。新鋭の称号を付与された部隊はソビエト最高会議幹部会の決定により特別の新鋭起承を受けた。1942年5月21日、最高会議は右胸につける新鋭大協賞を導入し、 1943年6月には陸軍用に、1944年12月には海軍用に導入した。また、部隊の装備や将兵の待遇においても優遇された。第二次世界大戦後、多数の新鋭を冠した歴戦の精鋭部隊が東ドイツなど東ヨーロッパに駐留した。1991年のソビエト連邦の崩壊により、各共和国は、 独立したが、親衛隊という軍事組織は各国の軍隊に受け継がれた。ロシア連邦軍は例として次の親衛部隊を配備している。カザフスタンでは、親衛部隊は共和国親衛隊として別組織へ改編された。共和国親衛隊は、大統領宮殿の警備、大統領警護及び国家式展示等における議場部隊の役割を持っている。 キルギス共和国では、アスカル・アカエフ大統領の親衛隊として、国家親衛隊が組織された。大統領警護及び国家式典時等における、議場部隊の役割の外、特殊部隊を有し、実戦にも投入されている。他に、既存の軍と並立、対立する党と独裁者の紙兵というナチスドイツの親衛隊的な組織として、NKVD が存在した。 デビット・グランツ、コロッサ・スリボーン、ザレット・アーミー・アット・ウォー1941から43、ユニバーシティ、プレス・オブ・カンザス、2005、P181 グランツ、2005、P188。ありがとうございます。